ヘラクレオス、またはヘラクレオス一世は、東ローマ帝国中期の皇帝。ヘラクレオス朝の開祖。ヘラクレオスは、ギリシア神話の英雄ヘラクレスにちなんだ名で、中世ギリシア語読みでは、イラクリオス。ラテン語では、ヘラクリウスとなる。また、称号として、バシレウスを名乗った。サーサーン朝、ペルシア帝国との6年にわたる戦いに勝利し、奪われた領土を回復したものの、当時勃興してきたイスラム帝国に敗れ、サーサーン朝から奪い返した領土は再び失われた。また彼の治世は、東ローマ帝国の公用語が、ラテン語からギリシア語へ変わり、軍事権と行政権が一体化したテマ政が始まるなど、古代のローマ帝国からキリスト教化されたギリシア人のローマ帝国と呼ばれるようなギリシア的要素の強い中世ローマ帝国の幕開けとなった。アルメニア人貴族大ヘラクレオスの息子として生まれた。父方はカッパドキア貴族の出身で、アルメニアの名族アルサキド家の血筋で、母はエピファニアといい、ユスティニアヌス一世の妹ウィギランティアの彦である。故に、ヘラクレオスは、ウィギランティアの夜叉語で、ユスティニアヌス一世から見れば、ゲンテス孫、ユスティニアヌス一世の後継者でウィギランティアの息子、ユスティヌス二世のソーテス孫にあたる。女系ながら、ユスティニアヌス王朝の5人の皇帝たちとは、血縁、縁戚関係にあった。608年、マウリキウスから帝位を簒奪し、暴政を行ったと言われるフォカスに対し、カルタゴ総督であった父が反乱を起こした。610年10月、ヘラクレオスが首都コンスタンティノポリスへ艦隊を率いて攻め寄せると、首都はわずか2日で開城し、皇帝、フォカスは処刑された。コンスタンティノープルに入城したヘラクレオスは10月5日、コンスタンティノープル総主教セルギウス一世によって、皇帝として任命された。ヘラクレオスが即位した当時、東ローマ帝国は滅亡の危機に瀕していた。アンティオキア大地震やペストの大流行による人口減少、ユスティニアヌス一世の相次ぐ遠征や建築事業などによって国力が疲弊したためである。財政破綻や軍事力の低下など、ユスティニアヌス没後の帝国は深刻な状態に陥り、急速にその勢力を減退させていた。これにつけ込んでサーサーン朝、ペルシアが侵入、サーサーン朝のシャーホスロー2世は、マウリキウスの婿であったことから、打倒、フォカスを口実に602年から、東ローマ帝国を攻撃し、東ローマサーサーン戦争が開始した。即位後間もない613年には、シリア・パレスティナを継いで、エジプト・アナトリアを占領され、首都コンスタンティノポリスの間近にサーサーン朝軍が迫るまでに至った。またエルサレムに存在したキリスト教徒にとって最も重要な聖遺物、聖なる十字架をサーサーン朝に奪われ、帝国の権威は地に落ちていった。ヘラクレオスは一度は絶望し、カルタゴへの逃亡を図ったが、思い直して自ら軍を再建し、622年から628年に、渡りほとんど首都を離れて、新政を行った。627年に、ニネベの戦いでサーサーン朝に勝利、翌628年に自らサーサーン朝の首都クテシフォニへ侵攻して、勝利を収め、同年のホスロー2世の暗殺でサーサーン朝に和平派が台頭、このカワード2世とは牧師領土と、聖なる十字架を奪い返すことに成功した。こうしてヘラクレオスは、サーサーン朝滅亡のきっかけを作り、ソグディアナを支配下に収めて、帝国の再建に成功したかに思われた。しかし、その頃、アラビア半島でイスラム教を信仰するアラブ人が勢力を拡大し、シリアへの侵攻を開始した。これに対して636年、ヘラクレオスは自ら軍を率いて、アラブ人を撃退しようとしたが、ヤルムークの戦いで、アラブ軍に敗れてシリア・パレスティナを失い、敗戦の衝撃で病に倒れた。この時、シリアよさらば。なんと素晴らしい国を敵に渡すことかという悲痛な言葉を発したという。ただ、シリアをめぐる戦いは翌年まで行われているため、この発言は後世の創作とも言われる。これ以降、東ローマ帝国はアラブ軍の度重なる侵攻を受け、再び危機に直面することになった。病に倒れた後は、自身の後継者問題や、単性論をめぐる宗教対立などに苦しみながらもイスラムに対する防衛線を構築するのに尽力した。これがテマ政の始まりである。641年2月11日、失意と苦悩のうちに没した。次の皇帝は、10歳エウドキアの子コンスタンティノス3世と5歳マルティナの子ヘラクロナスが共同皇帝として即位したが、同年にコンスタンティノス3世が急死、ついで反乱により、マルティナとヘラクロナスが排除された結果、孫のコンスタンス2世が即位した。なお、死に関連して、生前から死後3日間は棺に封をしない措置を遺言していたという話が残る。これは、過去の皇帝であるゼノンの死の際のようになることを恐れていたためと伝わる。ヘラクレオスの最も重要な遺産の一つは、620年に帝国の公用語をラテン語からギリシア語へ変えたことである。もっとも古代ローマとの連続性を誇りに思う住民感情も根強かったらしく、10世紀の東、ローマ皇帝コンスタンティノス7世は、その著書、テマの起源についての中で、ヘラクレオスが帝国の公用語をラテン語からギリシア語に改めたことを、その言葉を捨てたと表現している。皇帝をはじめとする東ローマ帝国の人物名について、日本人の研究者の間では、公用語がラテン語であったフォカスまでをラテン語でギリシア語に改めたヘラクレオス以降はギリシア語で表記するのが一般的である。また、629年にサーサーン・アサに勝利して、首都コンスタンティノポリスへ凱旋したヘラクレオスは、従来の皇帝の称号、インペラトル、アウトクラトールではなく、キリスト信者のバシレウスと名乗った。それまで、バシレウスは、サーサーン・アサなど周辺諸国の王を示す言葉であったが、以後これが、東ローマ帝国における皇帝の称号として定着することになった。ヘラクレオスは、正式に2度結婚している。最初は610年にロガスの娘ファビアと結婚。同時にファビアは名をエウドキアに改名した。以下の一男一女がいる。2度目は実の名マルティナと結婚。少なくとも10人の子を設けたが、2人は障害者で近親結婚と非難された。少なくとも1人の非嫡出子がいる。生母の名は不明だが、一説に585年頃に、生まれた娘とされる。ヨハンネスの系譜関係については、ヘラクレオスの非嫡出子ではなく、540年に当時の東ゴートをウィティギスが降伏して、ウィティギスと共にコンスタンティノポリスに送られた貴族の一団の中にいたアマラフリード王子、テオドリックの妹アマラフリーダの孫で、アマラベルガが中林元王ヘルマンフリートに産んだ息子、ロデリンダの2位の直系子孫する説がある。もう一つ、ヘラクレオスの非嫡出子かつ、アマラフリード王子の子孫とする説がある。この場合ヘラクレオスは、アマラフリード王子と直接の血縁関係はないため、母方の家系がアマラフリード王子の血を引いている可能性が考えられる。ありがとうございます。